はい、こんにちは。よいしょ。ちょっと今日短い時間ですけれども、この前染めたなんか変な色だったやつに、フラグメントチャレンジですね。A fragment of your imagination challenge by Seven Forest Five Rivers。でそこの、今日はねイナフラックスっていうのを書く、私2日間ちょっとやってなかったんですけど、昨日はジェティーズで、その前が、タンジェントっていうタングルでした。今日はねイナフラックス、私イナフラックスすっごい好きなんですけど、イナフラックス、 Today's fragment is イナフラックス。イナフラックス is made by フラックス、ね、フラックスでできてるんですけど、ここがこう、まあ、こんな感じでお花みたいになるっていうのが、イナフラックスです。でこれをねフラグメンツみたいに、こう三角形になってましたね。こういう風に使ったらどうでしょうという提案ですね。ちょっと始めるのが遅かった。息子が帰ってきてしまっちゃった。もういつもこんなんばっかなんですけど、そうです、私ここ三角、なんとなく三角っぽくで、わざとちょっとねこの真ん中をずらしてやってみましょう。そうね、ここ三角形、暗いですね今日。今日東京雪が降ったんですよ。なんか東北じゃない、北陸の方も大変なことになってるけどね。I had snow today in Tokyo. A little snow. でもね、そうそうそう、本当大変なことになってて、うちの、私の今やってるマッシュマニアっていうねブランドのか、本社は東京と、もともと福井なんですよ。東京にも本社今あるんですけど、もう福井が大変なことになってるらしくて、ちょっと今日フラグメントとはいえどもって感じで書いていこう、めっちゃお子寒いですよ。でこんな日に限ってうちの父親がまた入院することになり、さっき病院に送ってきましたけどね。コロナのこんな緊急事態中なのに病院受け入れてくれるのかしらと思って。おかえり、おカツサンド食べなさい。いいよ、食べない。うん、あれすごい量多いからね。いや、食べない、あなた。私、うん、あ、全部食べたら多くない。でも今日1個食べる、いらないから夕飯に食べる。残ったら、残ったら夕飯に食べる。分かった、じゃあ全部食べる。美味しいよね。はいよ、そうカツサンドね買って、あと父親が食べるかなと思って、あこんにちは、カツサンドをね買っていったんですけど、 いらないって言われたから持って帰ってきて、息子が大好物だから今から食べる。カツサンド美味しい、美味しいやつ、ヒレカツサンド。まあ、とにかく入院して1週間ぐらいで、まあ退院するみたいですけど、よくこの時期に入院できたねとか言ってね。シエ先生のプライベートが垣間見れますね。あ、息子との会話ね。カツサンド食べていい、夕飯に残ってたら、絶対残ってないよね。くで、ここになんか三角形ね、イメージして。Please image a triangle here。ね、たまにこう、small and big。And next is、どうしようかな。ちょっとセクシーな感じでしょうか。で今日は夜
夜ご飯はしゃぶしゃぶで、私最近豚しゃぶがすごい好きなんですけど、でもすごい好きっていうか牛しゃぶこれ好きでしょ。しりきみさん好きですよね、得意ですよねきっと。そうそう、牛しゃぶって家でなんかいい肉買わなきゃ美味しくないじゃないですか。だから必然的にこう家で食べるのは豚しゃぶになっちゃうんですけど、鶏しゃぶもたまにあるけど薄く切ってね、鶏を。だけど今日はだからちょっとねスーパーだけどちょっとだけいい肉を買ってきて、で、ごまだれにで食べたいな。あ、ポン酢もいいよね。でもごまだれでいただこうかなと思って、ごまだれもちょっとおいしそうなやつ買ってきた。締めはうどん何の話って感じです。柚子胡椒？え？本当？あ、ちょっといろいろ教えてそれ。柚子胡椒大好き、あるよ。冷凍庫に入ってるよ、美味しいやつ。はい。柚子胡椒とポン酢ですか？違うかな。っていうか皆さんなんならあれですかね、乱入していただいて大丈夫ですよ。しゃぶしゃぶについて語ってください。柚子胡椒か、あるあります、あります。柚子胡椒大好きよ。私なんかポン酢もなんか市販のやつがちょっと甘いのがあんまり好きじゃなくて、私がすっごい大好きなポン酢が売ってないんです。友達の父さん、おじさんが作ってるやつなんですけど、それがすっごい美味しいんですよね。うちは今日はプルコギにします。おしりきみさん、美味しそう。ソイエジさん、柚子胡椒だけです、なんでも合いますよ、温野菜にもね、大好き大好き、美味しいですよね。柚子胡椒も作れるのかな、作ってみたいな。この前あれラー油を作ったんですけど、もうねすんごい辛いのができちゃって、めっちゃ美味しいけど辛い。ちょっとこのイナフラックスどうしちゃったのみたいなちょっと柚子胡椒ね。餃子にもたまにつけて食べます。餃子って私も餃子大好きなんですけど、いろんな味変して食べるの結構好きなんですよ。それもなんかおすすめあったら聞きたいな。大体やってると思うけど、カレー粉とかいろいろつけてる。あとなんだろう、コチュジャンとかね、コチュジャン、何でもつけちゃう。はい、合いますね。餃子美味しい。そっか。ソイエジさんなんか柚子胡椒似合いますよね、なんかね。柚子胡椒、ステーキとかにも柚子胡椒つけてお食べになっていそうな、似合います。そう、なんでねごまだれ、それでもごまだれ、私は普段あんまごまだれ食べないんですけど。なんかこの前買った日本ワインのラベルの裏に、なんかしゃぶしゃぶ、ごまだれのしゃぶしゃぶに合いますって書いてあって、すごいピンポイントに書いてあるなと思ってよし、じゃあごまだれあんま食べないけど普段買ってみるかってね。あ、それでポン酢が本当はね、甘くないポン酢が好きで、だから普段は、そのお友達のおじさんが作った甘くないポン酢にするか、それか自分で塩じゃない、酢醤油に本柚子入れて。ふがりタイムさん、こんにちは。そうです、どうですか、なんか暴れてますね今日の。あっちゃこっちゃ自由にね、三角形ちっちゃくしてみようかな最後。
大根おろし、いいよね。なんか食べ物の話ばっかりしちゃう。やめよう。なんか違う話にしよう。ミナフラックスいいですよね。よっ。もしね、キミさんよだれ出ちゃう。で、これで、ね、一応終わりなんだけど、もっと足していっちゃおうかな。ブロッサン、ブロッサンも足せましょう。私なんか言おうとしたの、今言おうとしたことがどっかに飛んでいってしまった。そうそう、私さ、いつも私 YouTube にアップした後に見返、いつもね、まあ、たまに見返すんですけど、大体なんかこう、あ、まあ、編集しながらね、自分のトーク聞き直すんだけど、めちゃんこ矛盾がありますよね、なんか言ってることに。みんな多分突っ込みながら聞いてんだろうなと思ってるけど、なんか占いとかあんまり信じないとかなんとかとか言ってるくせに、おみくじ好きだし、そうそうなんですよ、矛盾があるんですよ。でもおみくじは なんていうか、別にそれを信じてる、みんなもそうだと思うけど、それを信じて、なんていうの、それに縛られてね、何かするわけではなくて、まあ今年の、まあ、気をつけようみたいな感じね。で、私ちょっと詳しい理由わかんないけど、結んで帰るっていうのはそういうことなのかなって勝手に思ってるんですけど、囚われなくていいよみたいな。違います。神社のものだからお返しするの、なんかちょっとわからないけど、うん、だからあんまり引いてわーい、こんなの出たとか言ってますけど、めっちゃんこ信じてるとかではないです。でも占いとか好きですよ。だから私いて座なんですけど、いて座と相性がいいのは何座みたいな、何型と何型がどうのこうのみたいなのも好きですけど、信じてないけどあんまり。でも意外と好き。そう、ライトのやつね、お遊びですね。そうそう、矛盾がたまにある。なんかブロッサム、シェイ先生何型、何型だと思いますかって、そういうこと言うやつ嫌ですよね。当ててほしいな。おしりきみさんは A 型じゃないですか。違いますか。 A か AB な気がする。鉛筆入れていきます。この鉛筆なんだ。鉛筆、A 型です。当たり、イエーイ。ピンポン、 C 先生 O 型です。ピンポン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 、いけるわ。そうなんですよ、 O 型です。 O 型なんかコロナになりにくいって、本当かな。なんかどっかの国が発表して、どっかの国だかなんだかが発表してたけど、 O なんですよ。うちの旦那が B 型、OB 型の B 型なんで、息子は B か O なんですけど、なんか最近って全然あれですよね、調べないから、血液型、一体何型なのかしら、君はって感じだけど、全然わからない。ね、わからないですね。なんかめっちゃこう適当だけど。綺麗だな。で、ね、やっぱりフラックスといえばここにこう、わかる、しーちゃん大型入ってきた。シンゴママさんは、ちょっと待って、私やってたいな。シンゴママちゃんは、何型、大型かなと思ってたけど、その反応だと、なんだろう、B かな、B 違う、大型っぽいけど、当てて、だから B じゃないの。O だと思ってたけど、B かな、違うの。それでも
オーナーの、あ、当たってたじゃん、やっぱりオーナーだと思うけどって言ったよね。うん、なんかその反応だと違うのかなと思っちゃった。仲間仲間、おっぽいですよね。あ、綺麗だね、このホワイトレールと自分で言って綺麗だね。なんか大阪もね、また緊急事態宣言出ちゃって大変ですね。何がなんだろう、東京と同じような感じなのかな、ちょっと中身が分かってないんだけど、宣言の。ビューティフォー、自分で言っちゃう、ビューティフォー。そう、今日もまた息子の習い事が あるんですなんで習い事がある日にやってるの。なんかです、ストーブの前から離れられなくなっちゃって、さっきずっとストーブの前であのインスタ見ながらいいねいいねって押してたでももういい加減ストーブから、学校ストーブはやめようと思って、で始めたのが息子帰ってきちゃうみたいな。あ、大阪ね、学校あるみたい、給食ん飲食店だけ、あ、ね、同じですね、じゃあ東京と。なんなんだ、なんだろう、なんか中途半端な宣言ですよね、不思議だわって感じ、うん、やるならやるいや、そんな感じは違う名前にしてほしいみたいな。なんだろう、緊急事態宣言じゃなくて、なんだろうな、わかんないけど、飲食協力要請みたいな、なんかそんなようなんとか。綺麗ですね、見惚れますよ、わあ嬉しいです。これあのちょっとね、濃いめになんか色塗って、あのホワイトちょんちょんって入れれば、あの白の茶こない方はあのホワイトの色鉛筆でも全然大丈夫ですから。でも殺筆使わないんだったら、こう優しく殺筆使わなくても綺麗でしょ、綺麗できますね。あ、ちょっと思い出した優しい感じで綺麗です、ありがとうございます、嬉しいな。そうそう、2月ね、1月の基本の全タングルが満席になったので、2月も新しく作りました。2月28、こちら の、 あの内容はまた違う内容をやりますので、まあ、1月受けた方もう一回受けてもいいですし、受けなくてもどちらでも大丈夫です、うん、どっちも一緒、12人ぐらい の、 あの少人数にしようと思ってて思っています。どうですか、なんかゴールドペン、ゴールドメタリックチェリーロード、暗くて私今電気つけよう、逆に見づらいっすか、暗い方が荒が目立たなくてよかったかもしれない全部塗るとピンクも可愛いんで、全部塗らないでところどころにしようかな。あれ前回やった高松さんと一緒にやったビジュウィングス、すごいいっぱい書いてくださってて、皆さんあのモザイクいいのできそうなんで、皆さんねまだの方はぜひ、ちょっとね派手派手で全タングルって感じじゃないですけど、まあ新年楽しむ感じで、はい、参加していただければと思います。やってみてね、なんかちょっとところどころローズね、ちょっとだけ入れようかな、見づらいのこれ、消すかな、これこっちの安いライトをもっとなんとかしよう、私夜でもワークショップできるように、こんな感じで書いております。あちこち
これはあったりなかったり Here and there。 もうおしまいでもいいんだけど。だっていつもピンクばっかであれかなと思って、真ん中にオレンジっぽいのを混ぜて、なんか変な色になっちゃったなと思ったんですけど、まあ全然大丈夫ですね可愛くなりましたね。もう今日のもね、ものすごい簡単な手順で描けるあのタイルなんで、よかったら六角形じゃなくてもね、四角でもいいんで描いてみてください。ラウンディング、アイラブラウンディング、ラウンディングもちょっとドラマがね足りないですね。本当は黒く塗ってもいいんだけどね。あ、それ先に髪をねピンクに染めたんで、染めたっていうか、まあこのなんだっけ、ピンクがないんだけど、この見えない、サイっていうね、筆ペンですね、ピンク色の、それで染めました。何でも大丈夫ですよ、水彩でもいいし、水彩でもいいし、何でもいいでしょう。インクある人はインクで染めると綺麗かもしれないですね。あんまりねちょっと濃い色に、あ、そう、サイです。あんまり濃くあのインク染めちゃうとちょっと描きづらい場合もありますけど、あの黒ペンもね目立たなくなるし、まあでもいろいろやってみて楽しんでみてください。 OK、 よし、今日すごい短時間だったけど、こんな感じ、ちょっとファンシーなラブリータイル、ラブリーでしたね。よし、OK。わあ、持ってたんですよ。ね、ぜひ活用してみてください。では、サインね。サインではまあチョップでいいんですけど、私なんとなく名前を書いてしまう。はい、こんな感じ。皆さんのねイナフラックスも楽しみにしてます。またね、昨日のあのジェティーズとかもやりたかったんですけど、ちょっとね、いろいろありまして、はい、ではそんな感じで、もしかしたらまたちょっとシェーディング足すかもしれませんが、はい、エンジョイしてみてください。 Please enjoy your enough frogs. This is today's fragment challenge. Thank you for watching. Thank you. Thank you. See you again. また会いましょう。バイバーイ。